はい、皆さんこんにちは、石野リバサです。いつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。さあ、今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン。ファミリーマートさんのこだわりパン粉をタルタルメンチカツドッグ本体134円加工税込み144円でございます。さあ、早速開けてみたいと思います。タルタルメンチカツということは、ちょっと今暗くなりました。間違いないと思います。いただきます。こんな感じです。こんな感じです。タルタル。たっぷり入ってますでしょうか。まあ見た目じゃわかんない。いただきます。まあ、普通かな。メンチ。まあこんなもんでしょうね。だからね、温めて食べてほしいね。やっぱり。こういうもんは。基本はですね、食べるときは、温めますけども、ちょっと、買うとき、すぐ食べなかったら温めないんで、まあ、当たり前のことを言ってますけども、とりあえずですね、まあ、基本的にレビューの時はですね、これ温めなきゃなっていう、これは別にいいけどなっていう意識はなくて、自分の部屋にどんどんですね、商品持ってきてバンバンやってますんで、基本は温めてないですね。はい。で、まあちょっとね、鮮度の問題もありますし、こういった商品ですと、鮮度が長いんで、なかなかですね、本当にですね、コンビニさんのレジのところにある、まあ、ホットスナック系っていうんですかね、ファーストフード系にはね、当然かなわないですけどもね、まあ、まずまずでしょ。まずまずかな。はい、ということで、ありがとうございました。あ、両方消えちゃった。電気が。はい、まあいいや。ということで、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、こだわりパン工房タルタルメンチカツドッグ144円でございました。